ン翼ゼロ決めろミラクルシュート。はい、こんにちは、ジャンゴです。はい、今回キャプゼロの動画になるんですけど、まあね、俺は決めたぜ。俺の目標はちょっと前はあんたに追いつき追い越すことだ。めちゃめちゃガチャがすごいハイペースで入ってたんですけど、今はねこのステップアップだけなんですよね。でまあね、ちょっと1週間ぐらい行ったのかな、うん、その間ねイベントで中学の翼が手に入るのだったりとか、いろいろあったんですけど、なかなかねサブシナリオのね翼に、あっていうかサブシナリオのこれね、なかなか勝てなくて、しばらくね新田を育成することにねちょっと集中してたんですよね。で、あ、カードじゃないや、まあチームを見ればいいか、うん、今ね総合力がね28万3000ぐらいになって、やっとねさっきのイベントとかも勝てるようにはなってきたんですけど、まあなんともね最初の頃全然やれてなかったんで、やっても負けちゃってたんで、なかなか中学翼ゲットがギリギリできるかもしれんけどっていう感じなんですよね。で、もともとね、こっちじゃない、もともと新田をゲットする前はこんな感じのチームでいたんですけど、まあ、ここがね弱いなっていう話をしてて、別にポジション関係ないですよっていうことで、マリアをねこっちに下げて、ここ新田と入れ替えるっていう形にして、今こっちのこの形になってるんですよね。で、なんだっけ、まあね大川くんはねちょっと休んでもらってっていうか形で、今はちょっとマリアを下げてこの11人でプレイしてるっていう感じですね。でこれならなんとかさっきのサブシナリオとかも、このね星3つになってるように勝てるようにはなってきて、でもね今ね418なんですよね。だから600まで手に入れば翼くんも手に入るんですけど、まあもう今日の昼間には終わっちゃうのでね、イベントが、あれそうですね、違ったかな。俺の目標はあんたに追いつき追い越すことだ。挑戦状が、あれ期間が書いてない、期間、あれ期間が見当たらないぞ。あ、そうだよね、12日の昼までだよね。もうね今日11日の夜でもう12日になっちゃってるとこなので、今からねちょっとこの辺のスタミナとか使って間に合うかなというか、なんだっけ、あとねバッチマッチで手に入れた分もあるから600までいかなくてもギリギリ足りるかなとは思ってるんだけど、でね、これミニューシュにちょっとびっくりマークついてるでしょ。これ何かなっていうとね、なんて言うんだろう、翼でもね島原の3人でもなく大川学君なんだよね。これねちょっと最初の頃から一応ディフェンス欲しいなと思って集めてたとこがあって、やっと揃ったんだけど、今の状態でそこ手に入れてもどうなのかなと思って、まあ星3の大川君だから、そうだね誰と入れ替えるかな、だね交換すればね戦力アップはすると思うんですよ、育てれば。でもまあこの松山くんが星2のやつだから、こういう風にしてここに入れるかっていうのがあるんですけど、でもねちょっとね、ガチャの星3以上のキャラをバッチマッチで交換するの初めてなんですけど、これ大川くんさ交換した後にガチャから出たらさメダル100個ってバッチ20個分だよねって思うと、
なんかすごい損な気もするから、たまったはいいけどこれ買えるべきかみたいな迷いが起きててですね。まあ買えるならあのこれ引いてね、うっかり途中で彼が出てしまわないっていうのを確認してからのがいいかなとかっていうのは思ったりしたんですけど、ただやっぱりなんか明日ね何か来そうな気もするじゃないですかね、翼のやつ終わるんで、だそれまで待とうかなっていうのがあるんだよね。交換はできるんだけど、だからまあ今のところはねちょっと様子見しようかな。さっきの岡君はまあ変えてもいいんだけどな、どうしようかな。でね、もう一つねちょっとねいろいろチームをいじってて気づいたのが、この新田くんのチームスキル、スピードスター、フォワードとミッドフィルダーの全能力 7% アップなんですけど、これ俺初めフォワードとミッドフィルダーに配置した選手の能力が 7% アップだと思ってたんですよ。要するにこれだと7人の全能力 7% アップだと思ってたんですけど、なんかどうやらフォワードとかミッドフィルダーとかってここに出てるっていうか、適正ポジションがフォワードとミッドフィルダーの選手の全能力 7% アップしてるみたいなんですよね。なんか要するにマリアの能力も 7% 上がってるみたいっていうのも、まあ、例えば東くんとマリアだとマリアの方がずっと強いんで、こうしたらチーム力上がるのかなと思いきや変化しないんですよね。で、まあ、こっちでも変化しないってことは、配置した位置がフォワードやミッドフィルダーの選手の能力が上がるわけじゃなくて、適正ポジションとしてフォワードかミッドフィルダーが書かれている選手の能力が上がるってことっぽいんですよね、これ。だとするとこれディフェンスのとこも全部強いフォワードやミッドフィルダー持ってる人だったら10人全員の能力 7% アップができるんじゃないのっていうのも思っちゃったりしたんですよね、これについて。まあって言ってもね、この辺にこの辺の2人を 7% アップでも上回るミッドフィルダーとかフォワードって書いてある選手を俺は持ってないんで、まああんまりそこを考えても仕方ないのかなっていう感じはするんだけど、選手がねいろいろ揃ってきた時にこういう能力の時にディフェンス全然使わないようなチームもありなのかなとか思ったりしましたねって感じかな。まあでもねちょっとね翼のイベントも明日終わるし、明日何か多分来るんじゃないかな、ガチャとかもっていうことで、そうだね、ガチャ引いたり大川くん交換したりするのはちょっと待とうかなと思ってる状況ですね今は。でなんかフランスのちょっとうるさいそうだ、ホームに戻るとめちゃめちゃ喋られちゃうんだよね。はい、まあそんな感じでね、なんかそうだな、ガチャを引くわけでもなく、まあ、チームの報告だけみたいな動画になっちゃった上に、まあ、前回引いた日卓もちょっと育てたよぐらいのことしか言うことのない感じではあるんですけど、まあ今こんな感じかな。うん、今回はこれで終わろうかな。まあ、一応ね、レベルも45で、次はね、ちょっと選手力、チームの、自分のレベルを上げないと特訓もできないんでね。でまあ進化とかもちょっとバッジがまだ足りませんよということで、今育てられる限りは育ててこんな感じですってとこかな。うん、じゃあまあまたそんな形でガチャとかイベントとかが来たら動画を撮ろうと思いますので、よろしくお願いしますということで、今回はこれで終わろうと思います。はい、ありがとうございました。